今回の動画は相模の志士、北条氏康について、北条氏康は、武田信玄、上杉謙信と争った関東の戦国大名です。そんな北条氏康についてスレミンたちが深く、熱く語っていますので、覗いてみましょう。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。相模の志士北条氏康。北条氏康は、現在の神奈川県にあたる相模国の武将大名で、若い頃から知略を武器に関東の諸勢力を打ち破りました。川越野戦で上杉氏と古川久保の大連合軍を撃破し、関東地方の大半を制圧。上杉謙信や武田信玄とも互角以上に渡り合い、後北条氏の勢力を急速に拡大しました。また、領民に寄り添う政治を行い、領内の税率を一律で4割に下げるなどの改革を行いました。何したかわからないのに上杉謙信武田信玄と互角の名称扱いされてる模様。信長の野望でもなんか杖やつくらいの印象。夜間の奇襲を一回大成功しただけおっさん。ノップとの絡みもないから大河にも全然出ない模様。川越野戦と小田原城にこもって謙信を追い払ったやつしか知らん。は？アンチか？信玄相手にも引きこもりして追っ払ったぞ。関東管領と久保の争いを横からオラーして終わらせた人ってイメージ。汁飯おじさん。領土を欲を覚めて拡大したんだからええやろ。税金安くしてくれる聖人やな。絡む相手が少ないから遺言が一番有名な親父よりはええやろ。親父の氏綱も有能だよな。里見いじめおじさんや。三代続けて SSR なのにその後が氏政氏直なのなんでや。ほんまの後継ぎが早死にしたのが悪い。氏政って次男なんだよな。相模の北条氏康は関東制覇に失敗してしまった。関東南東部では阿波の里見義隆に翻弄され、関東北東部では日立の佐竹義明に阻まれ、関東北西部では越後の上杉謙信に歯が立たず、関東南西部では甲斐の武田信玄や阿波の里見義隆、越後の上杉謙信に攻め込まれ、関東中央部では下総の柳田春助に撃退された。さらに駿河加藤軍にて駿河の今川義元に停滞敗北を喫し、領土を大幅に割譲する浮き目を見ている。氏康の真骨頂とされる川越の戦いも決して特筆すべき戦ではなかった。敵将は20歳前後の若輩であった山内上杉則政と扇ヶ谷津上杉友貞及び盆将の足利春氏。敵軍は指揮官たちが戦慣れしてない上、団結力に欠ける右往の衆であった。この川越の戦い、桶狭間の戦い、厳島の戦いと並び日本三大奇襲戦とする近説もあるが、桶狭間や厳島の戦いとは比べ物にならないほど凡庸な戦いであった。北条氏康の生涯とは大まかに言って、関東の小大名に対しては強気に攻め、東日本の大大名からは逃げるものであった。まあ分かってて書いてるとは思うのですが、今川に負けた時というのは、今川、武田、山内上杉、扇ヶ谷津上杉、古学坊、里見 vs 北条という構図が、真実に近いわけですね。実際、川越に、綱重、宗哲ら有力武将とその兵士を拘束されている。今川単独で北条に勝ったなんてのは、それこそ過大評価でしょう。実際、寸東戦線に限っても武田軍出てきていますから。無論、そういう優位を作るのが戦略というやつですから義元が優れていたのは確かですが、長期状態になったのは、氏綱の行動の結果ですから、氏康の原点材料にはならんと思います。むしろ、先代の負の遺産を無難に処理した、加点ポイントと言えるのではないかと。なんやかんやで、氏綱時代、北は川越、東は火災止まりだった北条の勢力圏は、氏康死亡時には、羽生、深谷以外の武蔵と、下総南部を飲み込むに至ったわけで、ある程度、評価されるのは当然だと思います。負け続けても領地広がるって最高やん。小大名に対しては強気に、大大名からは逃げるって堅実じゃないか。小大名に対しては強気に出て負け、大大名からは逃亡。なぜ評価されるのかというと領土広げたからです。でもって、この人の場合は理屈で説明できますからね。手持ちのリソースを丁寧に把握して適切に運用する。ないしそう思考すると、といったもののさすがに北条氏の記述は盛りすぎだろとは思う。盛られた理由は、急過信だったから？氏康はリソースを適切に運用できてない。北条に半分の国力で勝った武田や、四半分の国力で互角に戦った里見
の方がリソースを適切に運用したと言える。言い方を変えれば氏康は武田や里見に倍するリソースを持ちながらその半分以下しか活用できなかったということだ。反面教師としては分かりやすいが参考にならないし評価もできない。北条期と北条五代期では矛盾も多い。例えば氏康が夜襲によって8万の大軍を8戦で撃破したとされる川越野戦は怪しげな北条期の記述。なんか、氏康否定している人って、根拠もなく煽っている書き込みしかないんだよね。ただ、煽って喜んでいるだけなんだろうな。過大評価っていうのがどの程度なのかわからないけど、当時強いと言われていた、武田、上杉、今川と渡り合っていたのだから、それなりの評価はできるんじゃないかな。個人的には、氏綱の方が上だと思うけど、最近は川越野戦はなかったって言われているよね。自分も軍旗者すぎて信用していない。ただ、扇が八つ潰してるし、戦いに勝利したのは確かなんだろう。氏康は二流ってイメージだな。三流の勇気や千葉には勝てるが二流の里見と互角、一流の上杉や今川には勝てない。同じ二流同士でも里見や佐竹は大して領地を広げられてないやん。氏康が名将だとは思わんけど一族の結束が固くて堅実だったんだろうね。氏康は家督寺から関東最大規模の大大名。黒人レベルの勢力から数十万国の大大名になり上がった里見義高や佐竹義重の方が領土の拡大率は上。領土の広さってそれほど関係ないんだよ。カナダやカザフスタンは日本より広いけどどっちも大したことない。戦国時代も同じで例えば大友宗麟や大内義高は広かったけど弱かった。相馬なんか伊達の半分以下の領土で半世紀も互角に戦った。北条は領土広くても将が無能で兵も弱いから里見の精鋭部隊に翻弄されたし、氏康も成田に押し城で撃退されたり柳田に関宿城で敗走したりしてるわけ。もう少し、歴史を勉強してから書き込んだ方が良いんじゃないか？つか、論点が違う。大友と大内が雑魚だと思ってる時点で大名を語る資格ないだろ。おまけに領土の広さイコール強さって理解力なさすぎ。領土を侵攻してその広大な領土を保持したことが評価できるって話をどう勘違いしたらそうなる。氏康は一時的に領地を増やしたが、増やした分は今川武田上杉里見などに奪われてほとんど失っている。つまり侵攻した領土を保持できていない。甲斐信濃みたいにほとんど山岳地帯のところもあるし一概に間違ってるとは言えないんじゃないかね。武田も領土だけ見るとやたら広大だったけど雑魚すぎて織田信忠に滅ぼされた唯一の戦国大名だったし、言う通り領土の広さイコール強さではないと思う。いや、そこが論点でないと言っているのだが、氏康は跡継ぎの養育を怠ったのがマイナス評価。バカ息子たちが井の中の蛙で関東の雑魚大名たちを制圧したことで北条が最強と勘違いしてしまった。中央の情報収集を怠り秀吉に勝てると勘違いして滅亡。氏康自身も吉本に負けた時点で上洛の道立たれ天下諦めたんなら、バカ息子たちに天下目指すなと叩き込んどくべきだった。息子たちに天下目指すなと叩き込んで大名としての毛利を存続させた。元就とは雲泥の差。でも氏直の神奈川の戦いは見事なもんだろ。敵の数倍の兵で野戦に勝って自慢するやつっているの？味方ヶ原の武田とか。相手の完全ホームである居城前でフルボッコされた織田なんて前代未聞だろう。そして援軍3000も捏造だしな。氏康が過大評価とかさすがにねえわ。少なくとも氏康死後19年間北条は安泰だったし、北条征伐でも3ヶ月もの間よく戦っただろ。それは氏康が築いた盤石な基盤があったからだ。信玄の死後わずか9年で弱敗、織田信忠に速攻滅ぼされた隣国見てみろ。信玄は死ぬまで家督を譲らず、死の間際に金山枯渇で財政破綻寸前。なのに徳川を攻め、徳川は滅ぼせずに楽に武田滅亡への道を開いてしまった。信長と同じで負けながら惨めにボケて死んでいったのが氏康だろ。確かに信長も敵に囲まれて散々苦労して、ようやく畿内を制圧して、それから全国かと思ったら途中で死んで。その後に織田家はあっという間に没落した。もし氏康が中央に近い場所に生まれていれば、普通に北条家が安定政権を樹立していたかもな。氏康と全く絡みのなかった信長の話がなんで出てくるのかと。無理ありすぎ。北条期と北条五代期でそんなに違うんだ？桶狭間の戦いと同じで、川越の戦いも奇襲じゃなくて正面戦闘だったんだね。なんか、ゲームで戦国時代を覚えた人は関東を無人の地と勘違いしているような人がいるのだけれど、関東って、畿内と並ぶ有力な守護家や豪族が数多く存在し、
武家秩序が際立った地域だったんだけどね。武家秩序が際立ったとは言っても、大乱の時代ではあったが、今川と両上杉に東西から挟撃されたのは宇治康の外交音痴が原因で言い訳にならない。そもそも武田軍は加藤に兵は送ったが遠くから見てるだけで全く参戦してない。武田は今川と北条を仲裁し和睦させるために来てるんだから参戦しなくて当たり前。そして宇治康率いる北条軍は吉本率いる今川軍に敗北し加藤から叩き出されて泣く泣く講和に署名。なんやかんや言い訳してその北条に勝った大名たちが真っ先に滅亡してるのが笑える今川武田。北条の出来の悪いバカ息子とバカ孫が名流の家康や政宗に見捨てられ悔し涙流してるの想像すると爆笑しちまう。宇治綱時代は今川と上杉相手に勝ってたわけだしな、代わりに西の駿河加藤を失ったけどな。それと地図見たことあんの？面積的にはせいぜいに割増しというところだろ。ある程度の評価で十分とも言える領土を数倍にした信玄、謙信、元就など、多地方の言うより数ランク下上杉則政よりはマシという評価で十分だろう。一流織田信長武田信玄上杉謙信毛利元就、二流伊達政宗今川吉本島津義久大友宗麟、三流雨子春久北条氏康芦名森氏徳川家康。氏真は極悪非道信玄の裏切りで駿府を追われ、気に厚い氏康公を頼り打倒信玄を画策。氏康公死後は家康の庇護下77歳の天寿を全うしました。一方の勝頼は鬼畜下道信玄の因果が子にもろに報い、親族衆にまで裏切られ惨めに天目山をさまよい自害、斬首、晒し首という、百万石の大大名としてはあまりにも悲惨すぎる末路をたどりました。勝頼享年37歳合唱。戦国の世で裏切り当たり前だろ。純情少年幼児康のバカ息子もバカ孫も秀吉の大軍に囲まれて八強号泣。日本中を敵に回し日本中に俗軍扱いされた戦国一の大バカ一家。北条はイラクみたいなもんだな。不正宇治康ってことで。宇治康雑魚すぎ。宇治康って信玄いなきゃ何もできなかったよな。今川義元に連戦連敗して滅亡の危機にあった時信玄に泣きついて義元殿は僕の仲介してもらって九死に一生得たし、上杉の則政に苦戦してた時も信玄が御大原の戦いで県政軍を撃破して援護射撃してもらったし、上杉謙信に小田原城包囲されて滅亡の危機に瀕した時も信玄が川中島で軍事行動に出て謙信軍を引き上げさせてもらったし、宇治康にこき使われる信玄はロス。謙信、信玄と戦って生き残った上に、彼らの野望を実質潰した張本人なのだから、もう十分すぎるくらいの名称だよ。頼みの綱だった信玄に見捨てられ小田原城下を火の海にされたショックで、地方省が急速に進行し弁と尿を垂れ流しながら地獄の落ちた宇治康悲惨で中ね。少なくとも畳の上で死ねたんだからいいんじゃね。信玄みたいに信濃の山中での垂れ死によりは千倍マシ。畳の上で切腹して火を放って猫踊りするどっかのうつけより万倍マシだな。宇治康が戦場でなく居城の畳の上で老衰で死んだのは敵から逃げ回ってた何よりの証拠。1. 小田原征伐で焦土戦術却下。理由は領民が困るから。2. 平時は州府高い。百姓に混じって畑仕事。3. 河川改修のために小田原城の城式にするのを後回しにする。4. 二公八民の朝廷税率を達成。5. 一が開く月16日は関宿以外の関所開放、関線無料。6. 恩典見つけるとその他だけを公五民にして翌年は通常税率に、百姓お咎めなし。7. 小田原征伐であおたがりせず。理由北条滅んでも領民は生きていかなきゃならんから。8. 家康が次の国主と決まると大量に水路図を送りつける。旧東切腹時に家康に領民を頼んますって手紙を送って切腹。戦国大名向いてない幼児政。領主ガチャ当たりの稀有な例。これ全部が瀬なんよな。河野大合戦とかいうあまり語られない重要な合戦。甲斐の虎、わかる越後の言う、わかる相模の獅子、誰？これが現実。年貢税率ベスト3、1位に公八民、北条氏政北条家本領、2位三公七民、北条氏康北条家全領、3位三公七民、一条兼定土佐中村。年貢税率ワースト3、1位旧公一民、島原藩松倉氏、2位八公二民、津山藩森忠政、3位八公二民、島津藩。自民党はマジで松倉氏目指してそう。そんなこと言ったら信玄謙信だって別に大したことしてないし。土地に恵まれただけで誰でもできただろ。北条一族、誰が誰なのかわからない。北条と言ったら宇治康って普通の人は出てこないからダメダメやろ。武田上杉今川に並べないです。最近は北条家が光栄に贔屓されてる気がする。光栄本社が神奈川にあるから地元贔屓してる。使
か戦国で伊勢北条編やりだしてからあからさまに優遇しだしたやん。なおゴンベは優遇されん模様。明らかにバカやししゃあない。氏政の方が上な気がする。どこにも上な要素がないんだよな。やったことに対して本当に影が薄いのは北条氏綱やと思う。世代がちゃうからしゃあない。北条五代の間って一族のうち下馬あったんか。川越やせんなかった風潮やけど、経緯はともあれ家督相続直後に敷かれた包囲網を独力で粉砕とかヤバすぎるわ。その後も義を語った蛮族が毎年のように攻めてきて、その度に関東の諸勢力もこうしとったのに勢力拡大し続けとるし、ライバルいない恵まれた地形に領土たくさん持ってただけのおっちゃんなん。上杉謙信や武田信玄が攻めてきてるんだが、川越野戦も宗谷が戦ってる関東の旧勢力があまり一般的でないから語られづらいのはある気がする。その前の時代も関東ごちゃごちゃでよくわからんのに、その流れを汲み取らないといけない。まず鎌倉公方、古学公、お弓公方の流れからわからんとわからんよな。鎌倉公方とか堀越公方とか関東管領とかようわからんもんな。お弓公方とか含めてこいつら単品でもわけわからんのに、室町幕府本体の将軍家とも密接に関係してくるからもうね。足利重氏とかいうやたら強い謎のおっさん。北条早雲とかいう相模取っただけでレジェンド扱いのおじさん。古学坊と上杉寛霊家の数十年にわたる戦乱を解凍乱まで一刀両断したんやから、そらレジェンドよ。鶴岡八幡宮を復興した氏綱、これは関東の名手ですわ。北条五代で大河作ってくれー。早雲と氏綱はグーレジェやが、それ以後はこいつらが切り開いてくれた領土でぬくぬくしてただけやしな。戦国だとそんな扱い良くなかったな。勝手に何の関わりもない北条名乗ってるし。北条五代の順番覚え方ねえのかな。戦国バサラの氏政が技使うときに当主の順番叫んでるで。小田原民にはめっちゃ好かれてるよな。江戸時代の大久保人気なさすぎ。配下がほとんどカスだから、信長の野望でも積極的に攻め取りに行かない地域。綱重とかいうよくわかんねえけど強いおっさん。まあ風魔の存在が大きかった。ゲームの風魔が強すぎるけど、実際風魔一族は貢献度すごいんか。ジャンプで漫画になってたシルパン三世にも出てたやろ。信長の野望って忍者全般異様に強くね。天正期とか風魔服部桃地のどれか取ったもの勝ちみたいなゲームやな。あれはバランス崩れとる。暗殺暗殺&暗殺ゲームスコ。足軽 S の上暗殺強すぎ。暗殺も強いけど、有限で忠誠ガンガン落とせるのもヤバすぎる。内容聞きまくるしな。和田これまささんは忍者扱いなのに弱いよ。これは過大評価、本当にこれなら天下統一できるよね。氏政はこの印象しかない。今川義元も強くなりすぎてなえる。義元とか切磋おらんと前線全敗のクソ雑魚やのにな。信やぼの北条強すぎ問題。ゲームだと100歳ぐらいまで酷使できる。原案とかいう有能じじい。こいつだけちょっと世代違うよな。過大評価すぎねえか、この人。信長や信玄とパラメーター変わらんやん。ある程度強くしないと簡単に北条消滅するんちゃうか。伊勢総帥北条早雲って誰や。最大半島を築いた氏政が無能という風潮。まあ三国志でいう孫権みたいな立ち位置やな。なんだかんだで明治時代になっても残ってた北条氏。今でもあるぞ、草加の幹部やってる。氏康が氏政の味噌汁の食べ方見て北条家もついえるって悟ったって話はマジ。その手のエピソードは大抵作り話。似たような逸話がいろんな人であるから創作。鶴岡八幡宮とかいう定期的に関東の覇者に再建されてる神社。信長の野望だと一瞬で関東一帯を平定しとるけど、現実ではなんでできんかったんやろ。由緒ある坂東武者の家がいっぱいいたからやないか。ボットでの北条の言うことなんか特に聞かなそうやし。ゲームだからや。あの時代に地方で区切るのもあれやけど、地方統一のハードルって相当高いからな。三英傑しか達成しとらんようや。史実だとあんなに道路事情良くないんや。沼沼沼。北条早雲、太田道灌、長岡下春らの関東大戦争を大河ドラマでやれや。ご北条氏の大河やるならどこで区切ってもまあまあ面白いけど、欲を言うならが関東大戦争を見たい。織田氏春にあの頃はって語らせるんやな。それこそ末順向いてたんじゃないか。言うて統治に関しては名君やってんやろ。中井貴一の武田信玄やと杉良太郎が氏康でクソ有能感溢れてたわ。信長前夜の時代の関東のわちゃわちゃって割と面白そうだし、創作の対象にしてもええよな。イメージ以上に信長パッパはいろいろと頑張ってる。清盛パッパと信長パッパはもっと評価されるべき。武神上杉謙信に攻められたけど、冬になるまで耐え切った功績はすごいと思うわ。無能って通説の割に実はようやっとるってだけなのが、いつの間にか有能表にすり替えられるのばっかやな戦国武将表って。極端から極端に触れるよな。
研究者が極論をぶち上げないと世間の目に触れないからってのはあるけど、それでも最近のはやりすぎやわ。ご法上って執権法上家と全く関係ないのにノリで名乗り出したからいかんでしょ。伊勢氏の亡友が関東にいるの不自然やし、伝統ある北条氏名乗るのはしゃあない。北条早雲自身は北条名乗ってないんよな。北条の地入れてから名乗ったからセーフ。一応北条早雲が側室を横池っていう北条時行の子孫の家からもらったという説もある。北条氏綱は別にその血筋を引いてるわけではないんだけども、最後の直系時行が20年くらいゲリラやって関東各地に愛人おったからしゃあない。家滅ぼしたやつに有能なんておるわけないやろ。里見が簡単に滅んでます。味噌汁かけご飯何杯も食っただけで無能扱いされた人かわいそう。確か柴崎公の女城主のあれで北条氏康は不細工なじいさんが演じてた無能感がすごかったような記憶。鎌倉公方、室町幕府が関東を統治するために作ったが、その下で働く関東官吏といつも険悪時々仲直りでグダグダ、戦乱の大元となる。堀越公方、古賀公方こと足利重氏をぶちのめすために送り込まれた足利義政の兄、しかし義政が半端なことをしたために権威が形骸化し、息子の代で伊勢氏に奪われる。お弓公方、古賀公方の中でも親子喧嘩勃発。グダグダした挙句坊主だった奴が減属して頭角表して公方を名乗る。そのうちご北条氏に滅ぼされる。室町どころか平安時代から江戸時代まで関東はいつでも争ってる無法地帯や。ご北条は知られてないだけで実際はめっちゃすごいやろ。ゲーム屋と里見が弱すぎて引き立て役にもなっとらんからな。ほんまは割と有力な大名でライバルポジと言ってもええ存在やのに。千葉県の山の中なんて攻めにくいわな。水軍も持ってるし。関東って昔は栄えてなかったんやろ。なんで兵士たくさんおったん。じゃあ栄えてたんちゃう。関東は鎌倉時代以降は普通に栄えとる地域やで、栄えてた場所が今と違うし、今ほど栄えとったわけではないから、そういった誤った解釈されることが多いだけで。宇治政は飯に二度汁かけて親父に呆れられたのと実っている麦見てあれ買って今日の昼飯にするぞと言って笑われた無能。最近そういう脚色液っぽいなと思ったら、まず鉱弾由来化を調べるようになったわ。小田原城の内部ひどいよな。ただのピカピカの博物館、多少は当時の雰囲気出す内装にできなかったんか。小田原城が思ったより小さくてがっかりした記憶あるわ。楽に熊本城はでかくて感動した。北条家時代はそれなりの国力あったかのような雰囲気なのに、その後家康が関東入りした当初は広いだけでクソみたいな土地だったみたいな風潮。ほんまにそうなのか。神君家康の功績を持ち上げるためにそう付加してるのか。土地の開墾そのものは進んでなかったらしいが、トラインバンをはじめとする行政システムは進んでたみたいやで、それを権現様が丸ごとパクった。いかがでしたか？途中、熱くなりすぎて子供の喧嘩みたいになってましたが、そこはお許しください。気になった点や、知らなかった点がありましたら、コメントでぜひ教えてください。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。もしまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。